出したこの傭兵ビジネスはいつか世界の経済を支える新しい力になるはずだ。いずれ冷戦は終わる。やがて地域紛争やテロの時代が来るだろう。反共の時代から反テロの時代に変わる。その時軍隊は国家から分離し、戦争はビジネスになる。俺たちは俺たちの価値を売る。俺たちを必要とするクライアントは世界中にいる。MSF はその先駆けとなる。これこそ一つの革命だ。そうだろ、カズ。そう、うまくはいかない。カズ、そっちの補修状況はどうだ。今は痛みがひどくて地獄さながらだが、ボス次第で天国にだってできる。どの国家にも縛られないヘイブンになる。俺たち MSF のマターベースだ。このポンコツを拡大しよう。どのユニフォームを選ぶかは重要だ。ミッションの目的やあんたの戦闘スタイルに応じて使い分けてくれ。これはスニーキングミッション。敵の視界を避けて進むんだ。分かってる。戦闘回避はスニーキングミッションの基本だ。2人以上で協力して任務に当たることを共同作戦フォーオプスと呼ぶ。実際一人ではできない様々な行動が可能になる。だが何より大切なのは仲間との絆だ。訓練を兼ねたミッションを開始する。基礎能力を上げる重要なミッションだ。できるだけ敵兵を殺さずフルトン回収してほしいんだ。眠らせる、気絶させる、ホールドアップでもいい。やむを得ず戦ったとしても瀕死にとどめておくとか。政府を拡大したいのか。自分たちを守るためにも相応の力が必要だ。直接的な戦闘だけじゃなく、兵団、訓練、武器の整備や開発、軍事に関するあらゆることを受け負うような組織だ。フルトンで兵士を集めて回るのも強引すぎやしないか。それよりも志願兵を募る方が現実的だ。俺たちは会社組織じゃないが、規模的にはもう大企業と言っていい。
他の傭兵部隊などと兵士を交換することもできる。MSF の兵士も随分増えた。そろそろ他国への傭兵派遣も開始したい。そうでもしないとこれだけの兵士を食わせていくのは厳しいぞ。世界の冷戦下の抑止システムに、どこにも属さない軍隊が触れてはいけない国際情勢に介入してしまったんだ。ああ、つまり俺たちも追われることになる。俺たちを心よく思う連中ばかりじゃない。そうだ、俺たちは世界の軍事均衡を狂わせた。俺たちを歓迎しない者たちは国境なき軍隊を排除しに来る。もはや後戻りはできない。それは善悪も勝ち負けもない孤独な戦いになる。分かった、あんたとその結末を見届けよう。集めろ。核による脅しに屈しないためには俺たち自身が核を持つしかない。俺たちは国家に属さないからこそ国家と対等な存在でなくてはならないんだ。つまり MSF もある意味では国だ。そして俺たちは世界で第7の核保有国になった。核保有国か。